皆さんこんばんは。今日は名古屋バンテリンドームで行われました中日ドラゴンズ対広島カープの一戦をお伝えします。今日は東海テレビでですね、解説をしておりました。まあ、今日はゲームが長くてですね、3時間57分、まあ、我々が喋ってる間にはですね、勝敗決することができずに、延長戦ということになりました。延長12回まで行きましたね。今シーズン初じゃないでしょうかね。今日の先発はですね、ドラゴンズ笠原、そしてカープは森下ということになりましたね。まあ、森下はもう本当に安定したピッチングをしているピッチャー。一方の笠原はですね、まあ、故障もあったりして、おととしは登板ゼロかな。そして去年も数試合出ただけということで、なかなか勝ち星を取れてないというピッチャーなんですが、その笠原の立ち上がり、カープが攻めましたね。先頭の西川フォアボール、そして2番の菊池の時に、ヒットエンドラン、これが見事に成功してですね、ノーアウト1・3塁という場面ができました。3番の小園はちょっと今ちょっと調子が出てないですね。空振りの三振。4番のマクブルーム、高めのチェンジアップでしたかね、これをレフトに犠牲フライ、これが初回の1点。まあ、もうちょっと点を取られてもおかしくないなというようなスタートだったんですが、まあ、よく1点で収まったなという初回でしたね。一方の森下の方はですね、1・2・3、きっちりと来てますね。まあ、初回大島にヒットは打たれましたけれども、3回までそのヒット1本ということで、非常にいい内容で来てました。4回の裏、ここでですね、先頭の岡林がですね、センター右に三塁打、ノーアウト三塁。3番に入った鵜飼はですね、今日は実は5打数ノーヒット4三振と、もういいとこなしで終わってしまうんですけれども、その鵜飼がこの場面でも三振。そして、4番のビシエドはフォアボール。そして、5番の阿部がライト方向に追い込まれた後に犠牲フライを打って、4回の裏が終わった時点で1対1の同点という風になりましたね。そして5回の表です。まだここはまだ笠原投げてます。ワンアウトからドラフト6位のルーキー末金がですね、左中間に豪快にホームラン、ソロ、1号ソロですね。これで、カープが1点リードを2対1とします。そして、6回の裏、今度は、ドラゴンズでしたね。1番の大島、2ボール1ストライクから甘く入ってきたスライダー、これをですね、ライトポール際に、今シーズン1号のホームランを打つ。今日は大島が大活躍なんですね。1回のヒット、その後にですね、250盗塁目の盗塁を試みて成功ということで、本当に今日は元気な大島を見せてもらいましたね。6回が終わった時点で2対2の同点。その後ですね、7回からドラゴンズはピッチャー清水、そして8回ロドリゲス、9回マルティネス、まだ決まりませんでしたね。そして10回は田島、11回は藤島、そして12回はですね、山本、福、森と、1イニングで3人使いますね。結局11回までですね、どちらも点が入らずにですね、2対2で来てました。その12回のカープの攻撃、ここで山本が先頭打者、菊池にフォアボールを出して、もう1人で交代、そして福が出てきたんですが、その時に小園のピッチャー前の送りバント、これをですね、福が2塁へ投げて、フィルダースチョイス、ノーアウト1・2塁。そして、途中から出ている曽根がですね、送りバントをしてワンアウト2・3塁。そして5番の坂倉が、ライトへ犠牲フライということで、両チーム通してですね、久々に得点にした回になったわけですよね。まあ、これ12回、もう最終回ですから、この1点でもう決まるのかなというふうに思ってましたが、今日のドラゴンズはですね、粘り強かったですね。ピッチャーはもう当然最後の抑えピッチャー栗林になってますね。まず石垣をワンアウト、その後ですね、この後の、水脇へのフォアボール、これが非常に痛かったですね。ワンアウト一塁、そして今日非常に当たってる大島がですね、右中間にもうちょうど真ん真ん中と言ってもいいですね、そこへライナー性で三塁打を打ちますね。ワンアウト三塁、そして、最後決めたのは2番に入っている岡林でしたね。岡林がですね、初球から振りに行って、
一塁間、まあセカンドの菊池は追いつきましたけれども内野安打、これがサヨナラヒットということになって、終わってみたらですね4対3でドラゴンズが勝ったと、そういうゲームになりましたね。まあドラゴンズサイドからするとですね、昨日非常にいい勝ち方をした、8回まで、1点リードされている、2対1でリードされているゲーム、それをですね、エース大瀬良からですね8回裏に2点を取って、逆転勝ちした3対2で勝ったっていうね、非常にいい形で勝ったゲームだったんですが、今日もですね結局12回1点を取られた後、3対2とリードされた後の12回の裏に2点取り返して逆転勝ちしたというね、これまた勢いを感じるゲームになっていきましたね。それもですねカープサイドからすると大瀬良、そして森下というね、もう本当に、エース級の2人からですね勝ち星を取ったというのは、ドラゴンズにとってはですね非常に大きな勝ちだったなと思いますね。まあ今日東海テレビの人たちとお話をしてまして、こんなゲームはこの何年間見たことがないっていうようなことを言われてました。それぐらいですねやっぱりこう点を取られた後のドラゴンズっていうのはなかなか反発することができなかったんですが、反発しました今日はね。その中でですねやっぱりゲームを決めていったのはですね、今日で言うとですねもうほとんど大島ですよね。大島がゲームを決めたなっていうね、そういう印象が非常に強いですね。あとはまあ阿部の犠牲フライ、そういうところで結局ベテランが頑張った、それで勝ったっていうことなんですよね。まあ期待してる今日3番に入ってる鵜飼、そして、石川昂弥、この辺はですねやっぱりまだ結果を残しきれないというところでね、まあ、その辺がちょっと立浪監督からするとですね、物足りないところかなという気がしましたね。ということで、今日はですね勝ち投手がですね森博人投手になってますね、これプロ入り初勝利になります。そして負けがですね栗林1敗2セーブね。今日見てましてやっぱり栗林投手のボールがですね去年ほど走ってない、やっぱり去年の疲れが少しあるのかなっていうのを感じさせるボールでしたね。はい、去年ほど盤石ではないなっていうのを感じさせましたね。これでですね、カープは6連勝の後2連敗、ドラゴンズはですね1勝5敗というね、もう本当にちょっとこう厳しい状況の中からですね2連勝して3勝5敗まで持ってきたということになりましたね。明日のゲームはですね、カープは遠藤ですね、今年はローテーションの一角に、入ってもらいたいなというピッチャーですね。そして一方のドラゴンズはですね前回、ジャイアンツ戦で初回に、ポンポンポンと打たれて、失点してしまった柳、まあ、柳はですね本当にいい時はもう打てませんからね、その柳がさあ明日どんなピッチングをしてくれるのかっていうのも一つの楽しみになってきました。まあそれにしてもドラゴンズの昨日今日の戦いはですねドラゴンズらしさっていうのを感じましたね。まあ大量点は取れないんだけれどもピッチャーが踏ん張ってロースコアゲームにする、そして1点差ゲームで勝つ、まあこれが現状のまあドラゴンズの野球じゃないのかなという気がしますね。ということで、今日のゲームは中日ドラゴンズが広島カープに延長12回、4対3ということで、岡林のサヨナラヒットでゲームを決めた、そういうゲームになりました。以上です。